皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。また出てしまいましたですね、もうあれが本当に最後かなと思ってたんですけどね。まあというのも去年の夏に出たペヤング焼きそば激辛マックスエンドっていうのがありましたけれども、あれは本当にね、辛さのラスボス級だということだったんですけど、また今回出てしまいましたね。はい、こちら、はい、ペヤング焼きそば極激辛ということで、その激辛、マックスエンドのさらに3倍辛いというものらしいんですけれども、まあね、正直あれが本当にマックスでもきついなとは思ってたんですけど、まあ辛いものはやっぱ食べなきゃいけないなということで、今回挑戦してみたいと思います。じゃあ開けましょうね。というわけで今回の肝はこちらの、極激辛ソースというものらしいんですけど、果たしてどんなものなのか。まあソース以外に、ね、普通に、ペヤングなんですけど、ではしばし、はい、というわけでお湯捨ててきましたので開けます。ではソース入れます。通常ここでソースを入れるともう刺激臭がすごいことになるもんなんですが、やっぱ結構刺激臭がきますね、これは。さて、混ぜます。おお、だけど見た目はまあマックスエンドとさして変わんないんですけど、まあ辛みは結構強く、3倍ですからね、辛くなってるということなんですけど、まあ毎回言うように辛いっていうよりはもう舌が痛いっていうところだと思うんですけど、舌というかもう口の中の粘膜がね。ではいただきます。まあ今回、緊急避難用として、牛乳は用意してあります。では一口。これはやっぱ最初からガツンガツンってきますね、これは。なんか急に借金が止まらなくなりましたけど、でも意外といけますね、これね。
やっぱちょっと無理っぽい。これはやっぱり牛乳がないと感触がきついかもですね。うお、あ、まあ涙が出るほど辛いって言いますけど、マジで涙が出ますねこれ。はい、完食ありがとうございました。はい、というわけでなんとか完食できて、ちょっとその後はやっぱりあの唇とかヒヒヒしちゃってもうどうしようもなくて、牛乳だけじゃ牛乳だけじゃ足りなくて、水も飲んで、ちょっと口の中冷却してやっと収まったところなんですけど、まあ今回ですね、まあ、途中でいけそうな感じはしたんですけど、やっぱり牛乳がないと、今回は完食できなかったと思いますね。これね、あの二口目くらいでこうまあいけそうな感じがするんですけど、そこからもうカーッとこう来る辛さがものすごくて、やっぱり舌をちょっとね、沈めながらいかないと完食することができなかったですね。はい、はい、というわけでこちら、ペヤング焼きそば極激辛なんですけども、まずはコンビニで先行発売されて、まあ近々スーパーとかにも並ぶらしいんですけれども、辛いもの好きなチャレンジャーの方はぜひ食べてみてください。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。